1曲目の曲は、詩曲という曲、歌の曲、詩曲と言います。この曲は少し儚い、ほろ苦いような気持ちを、すごく短い曲に落とし込めた曲です。では聴いてください。詩曲です。続きましてもう一曲オリジナルなんですけれども、次は少し、テイストを変えまして、少しベリーダンスのような、異国情緒あふれる曲となっています。ファムファタールという曲になります。お聴きください。ありがとうございました。ファムファタールという曲でした。